模式化した消化管の前動前動は筋肉が電波性の収縮波を生み出す運動である。前無翅などの体壁筋や動物体内の消化管などの中空器官で行われる。前者では動物体の移動のため、後者では内容物の移送のために行われる。重層筋と環状筋が拮抗する平滑筋繊によって行われる。両者を総合的に支配する。 重層精神経系による独立、自律的な活動である。ミミズなどの禅虫で典型的に見られる。ヒルなどの尺取虫運動や複足類の足葉も禅道と同じ機構である。消化管の禅道は食物をある一定方向に動かすために行われる。禅道は自律神経に支配されている。神経体に由来する瞑想神経の不死語神経である。 腸管神経層が腸管の感情筋及び重層筋を支配している。このため、意識的に前動運動を活発にさせることはできない。また、腸管神経層が先天的に欠損すると、その部分の前動が行われないために、食物界が貯留し、巨大結腸症を予定する。消化管にある環状筋が食物界の存在で進展すると、それが刺激となって、 収縮運動を行う。感情筋は食べ物を後戻りさせない機能がある。周期的に感情の収縮を次々と下部に伝え、食物界を肛門側へ移動させる。重曹筋は消化管を縮める機能がある。重曹筋は感情筋とよく連携した縮小運動を行い、消化管内で混沌となった食べ物の塊を前進させる役割を持つ。 消化管以外に、胆管、尿管、卵管、その他の分泌管などで見られる。下等動物や高等動物でも、肺では、心臓拍動も全動によってなされる。ありがとうございます。